僕たちゆりちゃんのお客さんだね。そうよ、女の子のお祭りだもん。ああ、いいな。一郎、今は女の子のお祭りだけど、もともとは子供の幸せを願う行事だったんだよ。子供が元気に育つように災いを紙や素焼きの人形に託して川に流す流しびなという風習が始まりなのさ。今も流しびなの風習が残っているところもありますよね。ああ、その流しびなと昔の女の子のままごと遊びが結びついて、ひな人形を飾ってお祝いするようになったんですよね。ゆりちゃんがニコニコ幸せでいたら、一郎もるんちゃんも嬉しいでしょ。うん。子供たちが幸せなら、ママたちも嬉しいわ。さ、ひなあられよ。わーい。うー、おいしい。宇宙人もたくさん幸せなのだ。うーん、いい匂いだな。おばあちゃん特製のちらし寿司とハマグリのお吸い物だよ。旧暦3月3日は磯遊びをして貝を備える風習もあったんだよ。ひな祭りにハマグリのお吸い物をいただくのはその名残だね。ハマグリのお吸い物のポイントは素材を生かすこと。まず砂を吐かせたハマグリを水から入れて加熱する。そうすることで旨味成分がしっかり出るの。そしてアクをよく取ることも大切ね。貝が開いたらお酒と塩だけで味付けするのもポイントの一つだね。あらあら、ゆりちゃん眠そうね。ひな祭りの主役だから疲れたんだろう。よし、わしおひな様の夢ゆりちゃんにプレゼントする。パキー。わあ、桃の花が綺麗だこと。土手に菜の花がいっぱい咲いてるよ。見に行こうよ。ゆりちゃんも一緒に行く。あー、待ってよ。やれやれ、寝相の悪いおひな様だな。ま、元気なのが一番だよ。みんな一緒ね。今日は誰が出るかな。またね。